カントリージョー・マクドナルドはアメリカ合衆国の歌手。1960年代のサイケデリックロックグループ、カントリー、ジョー・ザ・フィッシュのリードシンガー。マクドナルドはワシントン DC で生まれ、17歳の時にアメリカ合衆国海軍に徴兵された。除隊後、ロサンゼルスシティ・カレッジで1年間学ぶ。1960年代初めに、 カリフォルニア州バークレーの有名なテレグラフアベニューでバスキングを始めた。父親のウォーデン・マクドナルドはスコットランドの長老派協会の流れを組んでおり、母親のフローレンス・プロトニックはロシア系ユダヤ人移民の娘で長くバークレー市役所に勤めていた。2009年現在、カントリー上マクドナルドは以前と変わらずバークレーに住んでいる。マクドナルドの娘セブンは雑誌、 L.A.Weekly のコラムニストである。マクドナルドには他に4人の子供たち、デビン、タラ、ダイアン、エミリーがいる。マクドナルドはその40年以上のキャリアの中で33枚のアルバムを録音し何百もの曲を書いてきた。マクドナルドがバリー・メルトンとともに結成したカントリー上ザ・フィッシュはサンフランシスコのザ・バロン・ボールルームやザ・フィルモア、さらにモントレーポ、 フェスティバルや、1969年の、ウッドストックフェスティバルやその後の、関連イベントなどにおける演奏によって、サイケデリックロックの先駆的バンドとなった。カントリー・ジョー・ザ・フィッシュの最も有名な曲、フィッシュ・チア、I'm Fiction to Die、ラグは、ベトナム戦争を歌った、ブラックコメディのノベルティソングであり、コーラスの部分は、1960年代から1970年代に、 かけて、ウッドストック世代の若者たちやベトナム機関兵たちの間で広く親しまれた。ザ・フィッシュ・チアーは、バンドが聴衆とコールレスポンスをして、バンド名のフィッシュの綴りを聴衆に叫ばせ、続いて、カントリー・ジョーが、ワッツ・ザット・スペルと2回叫んでから、3回目に、ワッツ・ザット・スメルと叫び、すぐさま歌の演奏に入るという思考であった。この、ザ・フィッシュ・チアーは、 バークレーにおけるフリースピーチ運動の後、ザ・ファックチアーへと展開していった。このチアーの部分は、I'm f i x i n ン TO d ラグ g の最初の録音である。この曲と同名の LP 版に収録されたバージョンでも、曲の直前に収録されている。このチアーは、有名になり、バンドのライブ演奏の際には、聴衆が FISH と叫ぶのが定番となった。 1968年夏、バンドはシェーファーミュージックフェスティバルのツアーに出た。このツアーの途中で、バンドのメンバーだったゲイリー・チキン・ハーシュが、フィッシュの代わりに、ファックと叫ばせたらどうだろうと提案した。結果は、聴衆には、大受けだったが、スポンサーのシェーファービールの上層部の不況を買い、バンドはツアーから永久追放されてしまった。 この時すでに出演予定が決まっていたテレビ番組、江戸サリバン賞は予定をキャンセルし、うちの番組には決して呼ばないから支払った金は返さなくていい、と伝えてきた。ファックに変えられたバージョンのチアーは、ウッドストックやワイト島音楽祭を含め、その後のほとんどのライブで繰り返された。マサチューセッツ州では公共の場でファックと言ったことを理由に、 マクドナルドに500ドルの罰金が科された。2003年、マクドナルドは彼の代名詞とも言える、I'm f i x i n ン to Die ダグに関して、ワン、ツー、スリー、ホワットアレ、ウィーファイティングフォーの部分が、キットオリーラが1926年に共作した、トラディショナルジャズ初期の古典的作品、マスクラットランブルから取られているとして、著作権侵害で訴えられた。この訴訟を起こしたのは、 当時、マスクラット・ランブルの著作権を所有していた、オリーの娘、ベベット・オリーであった。マクドナルドが1965年に彼の歌を作曲してからすでに何十年もが経過していたため、オリーはマクドナルドが1999年に録音した、この曲の新しいバージョンに絞って、訴えを起こした。しかし、法廷は、オリーも父もこの歌の最初のバージョンに、 権利侵害の疑いがある箇所が含まれていたことを知りながら30年以上も法的措置を取らずに放置していたことを指摘し、マクドナルド側が主張した下体の法理を指示した。2006年、オリーはマクドナルドに対し、弁護費用相当額として75万ドルを支払うよう命じられ、この支払いのために著作権を売却しなければならなくなった。2004年、カントリー上は、 カントリー・ジョー・ザ・フィッシュのオリジナルメンバーであった、ブルース・バーソル、デビッド・ベネット・公演、ゲイリー・チキン・ハーシュを再び集めて、カントリー・ジョー・バンドとして活動を始めた。バンドはアメリカ合衆国とイギリスでツアーをした。2005年春、マクドナルドは当時カリフォルニア州の知事だったアーノルド・シュワルツネッガーの歳出削減提案に反対して、 カリフォルニア州会議児童で行われた大規模な抗議行動に参加した。2005年秋、政治評論家ビル・オライリーは、マクドナルドをキューバのフィデル・カストロ議長になぞらえながら、2003年のイラク戦争に反対したシンディシーンの反戦運動にマクドナルドが関わっていたと述べた。ありがとうございます。